はい、トロポンです。今回の動画は8月1日、おすすめ厳選寺馬のご紹介と重賞本命発表動画となります。はい、まずはですね、おすすめ厳選寺馬の方からあお伝えしていきたいと思います。函館木レース3歳未勝利センタートと1700メートル。こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選寺馬は813番の耐性フリートですね。 はいまあ、前走ね、函館の 1700m、距離延長で出走したんですけども、まあ、先行してね、まあ、10着と敗れてしまったんですけども、ちょっと前走はね、展開がすごく厳しかったですね。今回はね、あのー、前に行く馬が前走ほど厳しくなさそうなので、今回は、ね、ある程度マイペースで外枠から先行できそうだと。で距離延長だった前走から 違ってね今回は同距離になりますのでもう少しねあの粘りが増すと思います生まれん層流し合性オッズが7.2倍つきますから、まあ、前走負けたことでね今回も人気ありませんからあの非常にねあの期待値としては上がってると思います前走のようなことはないと思いますねはいですのでこの耐性フリートから狙っていきたいと思います はい。ということで、おすすめ源泉1投目は函館2レース3歳未勝利戦ダート 1700m、813番の大勢フリートでいきたいと思います。はい。続きましては、新潟の3レースですね。はい。未勝利戦のダート 1200m、3歳未勝利戦のダート 1200m。はい。おすすめ源泉は815番の名勝浜湯ですね。 まあ、3走前とね、2走前にこの新潟の1200メートルで、えー、まあ非常にね、それそこそこの内容を見せてあと4着4着と。で、前走中京でね、えー、出走して12着の後し一息入れてね、体勢立て直してきています。まあね、新潟の内容を見ると新潟競馬場はひ非常に合ってますので、 今回、あの時の出走メンバーよりもレベル的には下がってますから、ま、前々走の4着0秒誤差の内容ぐらい走ればね、今回は馬券圏内チャンスだと思っております。まあ、一息入れてね、体勢立て直してここ目標に乗り込んでますので、あの非常に仕上がりもいいと思います。はい、生まれに相流し合成を打つ5倍ということで、まあ、これも期待値十分ですね。はい。 ですので、狙っていきたいと思います。はい、ということで、今回、二つ目のおすすめ厳選は、新潟3レース3歳未勝利戦ダート1200メートル、815番の名称濱湯でいきたいと思います。はい、続きまして函館4です。はい、3歳未勝利戦のダート1700メートル。はい、こちらでおすすめ厳選は20、202番のカラーオブウィンドですね。 はい、こちらもね、先ほど言ったあー、先ほどのね、函館の2レースと同様ね、あの前走が距離延長からの1700メートル先頭。これも若干ね、ペースに巻き込まれた感じの、あのー、6着だったということで、今回は前走ほど厳しくなさそうなんでね、内枠からスムーズに先行できれば、 今回は粘りが、まあ、粘り込みが期待できそうだということでね、生まれそうな所合成オッも7倍ついてますから、まあ、前走も人気なかったんですけどね、今回は人気は少し上がってますけども、それでもまだまだ期待値は十分ありますからね、前走のような競馬ができれば、今回は馬券圏,圏内まで粘り込めそうだということでね、狙っていきたいと思います。 はい。ということで、おすすめ厳選3投目は、函館4レース3歳未勝利センダー1700メートル、202万のカラーオブウィンドで行きたいと思います。はい。ということで、おすすめ厳選は以上のようになりました。はい。重症本命発表どうかということでね、クイーンカップですね。クイーンステークスですね。クイーンステークス。函館で行われる11レースのクイーンステークス。 まあ、マジックキャッスルが一番人気。まあ、実績、ね、重傷でずっと馬券圏県内に来てますから、まあ人気なんですけども、今回やっぱ1800メートルでね、行われるということで、どちらか方もマジックキャッスルはね、根幹距離2000メートルや1600の方が得意だと思うんで、1800メートルというね、この小回りにはちょっとどうなのかなという感じで見ております。<laughs> そんな中でね、 私が注目したのは、6百7番のマイエンフェルトと全く人気ないんですけども、前走ね久々のお競馬でね、札幌の1800メートルで、非常にいい内容の競馬を見せたと。こういう夏のね、競馬で、えー、あの久々に出てきてね、構想した松野は非常に連続構想を期待しやすいということがありますので、 今回ね、函館の1800メートルで、前走のようにね、うまく先行して立ち回れれば、このメンバーでもあっと驚くーシーンがね、十分私は期待できるんじゃないかなというふうに思っています。前走の好調を今回も維持できていればですね、十分馬券圏内にチャンスあると。で、まあ連走流し合成オッズが23.0倍と全く人気ないんですけども、ここはね、 狙っていきたいと思います。マジックキャッスルがね、構想できないとなれば、それ以外は正直言って、どんぐりの背比べぐらい、そんなにレベルは高くありませんから、マイエンフェルトでも十分チャンスはあると私は思っております。はい、ということでね、重賞の本命はマイエンフェルトでいきたいと思います。はい、ということで今回の動画は8月1日おすすめ厳選熟マのご紹介と、クイーンステークス本命発表動画でした。以上です。